リマックアウトモビリは、クロアチアのスベタネデレ,レラを拠点に、バッテリー式電気自動車を開発、製造、販売している自動車会社である。創業者が乗り回しているうちにエンジンを壊してしまった、古い BMW E30 をインターネットで、買い集めた部品で、電気自動車に改造したことから始まった。コンセプトワンの発注者からの前払い金、クロアチア復興開発銀行から得た融資。 香港の天然資源開発会社、シノコップリソーシズ社による出資、フォーミュラ E にも出資する自然エネルギーを専門分野とする、クロアチア系コロンビア人投資家であるフランク・カナイエとイエペスによる支援により資金を調達する。リマックコンセプトワンコンセプトワン2011年、フランクフルトモーターショーで発表された。わずか2.8秒で時速100キロに達する。 元ピニンファリーナのデザイナーたちがスタイリングを行い、インテリアはブルガリアのチューニングブランドビルナーが担当する。各ホイールに電気モーターが搭載され、最高出力はブガッティベイロンと同規模の1088馬力、0時速 100km 加速が2.8秒と発表された。2017年6月にザグランドツアーのシーズン2の撮影時において、 リチャード・ハモンドがクラッシュし大破させた。コンセプト S コンセプト1の改良型。コンセプト22019年ジュネーブモーターショーで発表された。通称 C2 コンセプト1の後継モデルにあたる。コンセプト1の面影を残しつつデザインが一新されている。コンセプト1と同様に各ホイールに電気モーターを搭載し、 最高出力は1914馬力、0時速 100km 加速が1.85秒を誇るなど、コンセプト案から大幅なスペックアップが施されている。C2 は2020年に限定モデルとしての市販化が予定されており、同モデルの生産と販売に伴う、日本を含む世界規模での販売網の拡大も発表されている。ネラ2021年にコンセプト2をベースに、 発表された市販モデル。0時速 100km は1.85秒。150台限定で生産される。グレープ同社が製造する電動モペットのブランドで完全に電動のモードとアシストのみに抑えるモードをスイッチ一つで制御できるなどが特徴。現在、G12 と G12S が販売されている。ありがとうございます。